海軍兵学校卒業生一覧は、海軍兵学校の卒業生、修了生の一覧である。なお、原則としてウィキペディアに記事が存在する人物を、掲載する。各人名の表記方法の意味については次の例示を、参照のこと。なお、同期、同階級については五十音順に配列する。築地時代の最後の卒業生。江田島移転後最初の卒業生。 日清戦争に従軍した最も低い木。卒業を繰り上げて、少尉候補生として日露戦争に従軍する。明治41年4月30日未明、卒業後の遠洋公海に際して、台湾高尾港内で巡洋艦松島が爆沈し候補生33名が殉職する事故が起きる。11月入港から7月入港に変更される。 士官と同様の長ジャケット型制服に変更される。ワシントン海軍軍縮条約の影響で採用者が激減する。ワシントン海軍軍縮条約の影響で採用者が激減する。戦死者を除き仲裁下で終戦を迎える。在学期間が3年となる。独仏、死、ロゴの教育が廃止される。採用生徒数が1000名を超える。兵学校始まって以来、 初の在校生徒の戦死者が出る。敗戦により並行することが決定したため、急遽卒業式を行い75期生には卒業証書を、それ以降の生徒には修了証書を与えた。ありがとうございます。